こんにちは、コロマチックハーモニカ講師の北村さゆです今回は低音域の鳴らし方についてお話ししたいと思います まず、えっと、低音域の基本的な鳴らし方なんですけども、ま、基本的には高音域ととと同じと考えていただいていいと思いいいただ思ますと最初は鳴りにくいと感じられるかもしれないんですけどもその場合は中音域とかも本来の美しいの音色で鳴らすことができていないっていう場合が考えられます。 基本的には以前お話しした単音の鳴らし方とか、えっと、パッカー奏法で大きな音を出すっていうところで説明したあのポイントと同じになりますのでもしししよろけけれればば参照していいただければと思いますまた、えっと、唇が過剰に力んでいると音が鳴らしにくくなります。唇は単音が鳴る範囲内で ちょっと緩めていただいて、こう下唇でマウスピースを少し捉えるような感じ。ちょっと下唇を軽く突き出すような感じにすると、あの鳴らしやすくなる場合があります。ただし、過度に下唇に頼ろうとするとこう顎を痛めてしまう場合がありますので、あくまであの顎に負担のかからない範囲でお願いします。次にと低音域あの穴番号で言うと。 1> 1番から4番12傑のハーモニカの場合の一番左から、えっと、4つ目までのだいたいあの音低音域の鳴らし方について解説します。低音域の鳴らし方については走者によってポイントが違う場合があります。レスポンス ととクリアな音色を重視したい場合もしくはと中音域や高音域とこう音色のキャラクターをこうあまりこう変えたくない場合とかは喉は、まあ、もちろん開いた状態を維持しながら口の中はちょっと狭くしますで個人によって感じ方の違いはあると思うんですけども。 ベロの下のやや奥の腹を、こう盛り上げるようなイメージになるかもしれません。と、サシス清層の作業の発音に少し近い感じなんですけれども、ピッチ。えっと、音の高さが下がらない範囲にしてください。一方、エアリーでこう温かみのある音色っていうのを重視したい場合っていうのは。 口の中は狭くするっていうのはせずに低音域っていうのはリードが長いので息の量が、まあ、中音域高音域よりも多く必要なんですけれどもこう著しく息が続かない場合っていうのはこう鼻からも同時に息が抜けていないかをチェックしてください。 こう鼻をつまんでいただいて音を鳴らした場合にこう楽に感じたりとかこう音量が明らかに大きくなるっていう場合はこう無意識に鼻から息がこう抜けてしまっているということが考えられますので鼻からこう息がこう出入りしないようにしっかり練習していただくっていうことが必要になってきます。またあの低音域にかく 限らず他の音域でもそれを知らず知らずのうちにやってしまってられる方も時々いらっしゃいますのであの気になる方はチェックしておいてください。低音域っってていいううのののは喉の開きっていうのが特にに重要に こうなってくると思います。高音域以上に多分なりに影響しやすいのではないかと思いますので、もちろんその喉しっかり開いとくっていうのは全音域共通ではあるんですけれども、あのよりしっかり意識して見られることで、あの鳴らしやすくなるっていうこともあります。次にえっ、ー、と超低音域、えー、と16結での一番左端から4つぐらいまでのえっ、ー、と穴の音域。 の解説をしたいいと思いますここは低音域の時と違って超低音域の場合は息の量がもうポイントになってきますのでよりしっかりと息の量をキープすることがとても大切になります。 低い方の3番とか4番あの16穴の場合でしたら、あの3とか4とか書いた上にこう点ってついていう風にあの表現されてることが多いと思うんですけど。まあ、左側の。 3番4番って考えていただいたらいいと思います。このあたりっていうのは人によってはすごく鳴らしにくいって感じられる方もあのいらっしゃるかもしれません。とピッチがあの音,音程が下がってしまっていないかをあのチューナーなどでよく確認して練習されることをお勧めします。でこのあたりのえっと音域の ポイントとしてはあのイメージとしてなんですけれども鼻にはかけないけどちょっと鼻にかけるような感じもしくはこう息がこう後頭部経由特に吸いが鳴らしにくいと思うんですけどこう後頭部経由でこう息を吸うようなイメージにするとすっと鳴らしやすくなられる場合も あの鳴られる方もいらっしゃいますので、あのちょっと鳴らしにくいなっていう方は試していただくと良いのではないかと思います。以上になります。ありがとうございました。